はい、おはようございます。ボスくんです。ってね、ボスくんじゃありません、ザリガニです。釣りにね行ってきました。ザリガニの殻を見つけました。ヘビさんにも出会いました。今日はねボスコンくんちゃんとダムに行くので、よかったら最後まで見てください。ちなみにヘビさん、シマヘビさんです。1メートルぐらいあるかと思うんですが、パパねシマヘビ飼っていたことがあります。こうやって見ているとね、とても可愛いです。じゃあね、シマヘビさんの後ボスコンくんちゃん動画ね、行きたいと思います。とにかくねシマヘビさん可愛かったので撮影してみましたが、皆さんはどうでしょうか。ということでね、ダムにやってきました。今はねもうねゴールデンウィーク、早い方だと25日からゴールデンウィークかな、どうなんでしょう。今年はねコロナウイルスということで、もうねどこどこの県には来ないでくださいとかね、県外から来ないでくださいとかね、自粛自粛自粛のモードなんですが、まあねいつもだとね旅行行ったり出かけたりねショッピングしたり、するかと思うんですが、もうね今年はパパはね、ショッピングも控えてね、もう普通の、日常品生活に必要なものをね買いに行く程度です。旅行にも行かないでね、多分ゴールデンウィークはねボスコンクイーンちゃんとね、ダラ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 ブラ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 しているかと思います。まあね子供たちもね多分ねちょこちょこボスコンクイーンちゃんと一緒に出てくるので楽しみにしていてください。皆様はどういったねゴールデンウィークお過ごしするつもりでしょうか。まあね、さっきも言ったんですが、もうねパパはね、多分ね、もう普通のいつも通り、そしてね、ボスくんくんちゃんといる時間がね、いっぱいあって逆にね、いいかなと思います。まあねそんな感じでね、パパトークやっていきたいんですが、今日はねダムにやってきたんですが、もうね、もうねとにかく驚いたのは、まずね公園の遊具は使えないわね。前にもパパトークで言っていたんですが、公園の遊具が使えない、そしてね、駐車場が全部封鎖されています。公共の場の駐車場全部封鎖されていてね、車止めるところがねなかなかありませんでした。たまたまね一箇所止める場所があったので、車止めてね、ダムを見に来たんですが、もうねとにかく、公共の場の駐車場がもうね全部封鎖されている。そしてね、コンビニのトイレ、ローソンですね、パパローソンに行った時にねもうねコンビニのトイレも使えないと書いてありました。びっくりしました。コロナウイルスのためコンビニのトイレは使わないでくださいとね、もうねそれにもびっくりしたんですが、道の駅もね、道の駅も、もうね、閉まっています。道の駅も全部閉まっていたりね、もうなんかね、映画の世界ですよね。ホラー映画のようなゾンビ映画のようなそんな世界のようにもねパパ感じて怖いですが、ボスコンクインちゃんはね何も考えないでね、もうリードがカラカリカラカリじゃないです、絡まっています。はい、噛みました、今日一発目ね噛みました。ガーじゃないわねねってね、もうね独り言何言ってんねんってね思うかもしれませんが、パパの横にはね、動画編集中ララちゃんがいます。元保護猫トラ猫のララちゃんがいるんで、まあね独り言ではないです、ララちゃんと喋っていましたが、まあねこんな感じで今日もねカミカミパパトーク行ってみたいなと思います。とにかくね最高の天気です。さっきもね動画でねちょっとねバイクツーリング WR250R かな、あれはヤマハの、2台撮っていたんですが、まあねバイク乗られてる方はねバイクツーリングとかもね、いいかもしれませんね。まあね、ショッピングじゃなくて、単独でね、ブラ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 、するのもね楽しいかと思います。ボスコンクインちゃんもバイク乗りたいなーってね、パパのバイクにはねボスコンクインちゃんね乗れません。ボスコンクインちゃんねいつもね乗りたいとパパに言ってきます。もうね普段ねずっとボスコンクインちゃんと一緒にいるとね、ボスコンクインちゃんの声がねなんとなくね聞こえてきます。そんなパパです。じゃあね、この後少しね、川の方を見に行きたいなと思うんですが、ここはねもうダムなので、ちょっとね、移動したいなと思います。ただね駐車場がね、さっきも言っていたんですが、そこら中封鎖されているので、
どうなるかね、またねお楽しみにしていてください。じゃあね、早速ね、車に向かって、ダムに行きたいと思います。それにしてもね、本当にいい天気です。そしてね、鯉がいました。鯉がいたので、少しだけね、鯉を撮影したいなと思います。ちゃんとね映っているかどうかね、ちょっとねパパも動画を見ながらのねパパトークしながらのあれなんで、皆様に鯉が見えるかどうかはね少し不安なんですが、鯉がね数匹いました。なので、どうでしょうかね、見れたらいいなと思いながらパパトークしています。ちなみにね、パパね昨日鯉を釣りました。まあね魚釣りが大好きなパパなんですが、ツーリングが好き、映画が好き、そしてね、バイクもワンちゃんも大好き、そんなパパね鯉を釣ったんですが、まあねあそこにも鯉がいますって言ってもね多分ね見えないのでアップにします。見えるでしょうか。鯉がね金色の鯉かなと、黒い鯉と赤い鯉もいるから、どうでしょう、見えるでしょうか。鯉がね何匹かいますが、まあね鯉をね食べたことある方いますか。パパは食べたことあります。個人的にはね鯉はね口に合いませんでしたが、高級なね、お魚ともね、言われています。じゃあね早速ボスコンコインちゃんとね車に乗ってね、川に行きたいと思います。今ね向かっているんですが、ボス君はね、もうずっと顔を出しています。まあ、いつものことなんですが、ボス君はね運転中ずっと顔を出しています。クインちゃんは何をしているかというと、クインちゃんもね顔を出しています。もうね、右の窓左の窓あっちからねこっちから、大きなワンちゃん顔を出しているので、信号待ちの方、そしてね、サイクリングされている方はね、いつもびっくりです。時々ねクインちゃんなんかカメラにね、チュッチュチュッチュしたりすることもあるんですが、とね、すいませんパパトークね、しながら急にうららになっちゃいました。川動画はね明日です。うっかりしていました。こっからね、うらら動画とあとはね、またね、ドライブ中の景色をね少し、それでね、終了だったかと思います。すいません川動画はね、明日です。河川敷初めて行くねボスコンクインちゃんと河川敷で、お散歩するのは明日の動画でした。すいません、もうね、うっかりしていました。じゃあね、こっからもねパパトークよかったら最後までどうぞ。今映ってるのは我が家のね元保護猫うららです。我が家に来た時はねもうとてもガリガリで、ずっとずっとね触れなかったんですが、今ではね、寝る時もいつも一緒、お家にいる時テレビを見る時ずっと一緒にいます。じゃあね最後ね、まあブラッとね、景色を撮影したので、もうね景色、そしてね、最後にラーメンが出てきたからちょっとねもう何の動画をね合わせたかわからないんですが、景色終わってラーメンかなだったかな、もうねグダグダパパトークにねグダグダ編集です。じゃあねラーメンはなかったかな、もうね何をくっつけたか忘れちゃったパパですが、今日も最後まで見てくださりありがとうございます。じゃあね、よかったらエンディングとね、パパトーク、もう少しだと思うので、よかったらね景色見ながら、またパパトークエンディングよかったらどうぞ。もう少しね動画続きます。もうグダグダですが、もうね今日はグダグダでした。まあねもう少し、もう少しと言いながらね、隣系立つねんとね、言うぐらいなんですが、もうねエンディングですということでね、もうね今日グダグダでした。いつもと違ってね、めっちゃグダグダパパトークだったんですがどうでしたでしょうか。ザリガニの殻にねヘビにボスコンクインちゃんとダムを見に行って、そしてね元保護猫のうららが出てきて、景色が出てきてという感じだったんですが、またね、明日はさっきも言っていたんですが、初めてねボスコンクインちゃんと行く河川敷をねちょこっとお散歩してね、動画撮影したのでよかったら楽しみにしていてください。じゃあね今日も元気いっぱい素敵ないい一日を。